歌丸のブラボーシネマはい、今日金曜日のリスナーズチョイスはみんなの映画レビュー、ブラボーシネマです。はい、えー、ということで今週の映画、ペルセポリスということで、えー、まずはみな、リスナーの皆さんの感想をちょっとご紹介していきたいと思いますが、<は>先ほど2つほどね、賛否分かれてるあたりをちょっと紹介しましたけど、ま、私からご紹介す。はい、お願いします。はい。八五郎さんです。はい。 正直あまり主人公に感情移入することはできなかったです。それは演出過剰な日本のアニメに慣れてしまった自分の感性の鈍さや。 中東の歴史的文化的背景に対する不勉強ということもあるのですが、原作には描かれていたのかもしれない主人公の心理描写が、1時間半という短い上映時間の中では、きちんと表現しきれなかったのではないか、という印象を持ちました。えー、八五郎さんはニブラボーでした。ねはい、続いては、女性の方、福岡の方ですよ。ありがとうございます。小賀様さんです。 小賀様さんです。小賀様さんです。イランという国に馴染みがなく、宗教によって一律の世界観を持った人々の集まりとして片付けていたが、どんな国でも同じように色々な考えを持っていた人が生活していて、こういった考え方の人もいるのだということを知ることができて、目からうろこというか自分の世界観の狭さを改めて知れた、知,知れた映画でした。もっと世界のいろんな人の考えを知りたいなーという、 見終わった後の私の次の行動につながる動機づけの映画となりました。ま、小川様さんは4ブラボー付けになりました。はい、こっちらは今やるとね、あの3次方法でしたね。はい、えー、リスナーの皆さんのブラボー平均は3.571ブラボーはい。<laughs> えー、割とこれ高めなんですかね。えー、で、最多ブラボーは4ブラボーでした、はい、ということでね。えー、で、非常に賛否の分かれたこのペルセポリスですが、うん、えー、私の感想をというとですね。ぜひぜひ。あのねあの、まずその、全然予備知識を入れずに、 本当に全くどんな映画かも知らずに僕いきなり見に行ったんですね。で、あのー、白黒で、まあ、イランの少女が主人公のフランス映画っていうようなイメージ。で、はい、絵柄もこんな感じ、思ってたんですけど、あのね、思ってたより、もっとね、なんていうのかな、 あのー、いけつかない映画なのかなって思ってたんですよ。あの、おしゃれな、アートな。うん、うん。でも全然、それとは予想と違って、あのー、割と普通になんていうのかな、淡々とした、まあ、その、えー、タイガーストーリーでもあり、はい、えー、まあ、 だ、見ながらこれまあ、多分自伝的な話なんだろうな、これ本当の話でしょう、多分っていう。なの持ってくるような実在感がすごいあったりして。実在感ね、うん、でね、その主人公のマルジっていうのが、あのー、まあ、イランの少女っていう、これ皆さんもおっしゃってますけど、やっぱりね、その、イランっていう国に対してさ、まあ多分頭ではね、そこではいろんな国が、あの、人々がいろんなことを考えながら僕らと同じように暮らしているんだろうっていうのは、頭では分かってても、やっぱりさ、 よく知らないじゃないですか。そ先までは見えないですからね、うん。例えばやっぱイランとイラクの文化的な違いとかさ、あの、ペルシャと他のアラブ諸国みたいなの,のさ、あの文化の違いとかさ、そういうのも全部わか、わけわかんなくて一色体になって、もっと悪い見方をすればですよ、なんかターバン巻いたヒゲのおっさんが自爆テロしてんでしょみたいなぐらいのこと思いかねないじゃないですか。でもところが、 やっぱりその、イランって、特にイランなんかはさ、アメリカとかはね、それこそずっと敵視が続いてたりするし、はいはい、それに、まあ日本的にもね、あの本当は、あの繋がりがつく深い国でもありますけど、やっぱよく知らない上になんか怖いってージがある、かねないけど、やっぱそこで暮らしてる、その少女とか、あるいは女性とかね、例えば非常にその、イスラム教のさ、あの政権ができてさ、はい、あのー、まあ宗教的に非常に厳しい社会だっていうのは間違いないんだけど、はい、やっぱその中でも、ま 全く今の日本の若い女性とか、あの、と同じような青春があり、ええ、不満があり、うん、もっと言えば例えば恋があり、性生活があり、で、その中で例えばそういうものを押さえつけられることに不満を感じる人は当然一定量おり、で、っていうね、ごく当たり前の事実にだを見るだけでも結構、あ そうなんだって。結構そこだけでもかなり驚かされるし、そこを知るだけでも相当価値があるというか、僕らみたいな日本で見るって意味では。はいはい、例えばその、うんと、家の中ではさ、ほら、イスラム教試験のあのイランの女の人とかって、こうああいうの、被り物してさ、はい、あの肌を隠さなきゃいけないんでしょっていうことは知ってても、も、ま、う、あ、家の中入ればみんな、それ脱いでくつろいで、普通の生活して、はい、もっと言えば、まあ、ここは微妙に命がけの場面でもあったりするんだけど、あのダンスパーティーをみんなでイエーイってこう。 昔はディスコとかもあったりしてるわけ。今はちょっとそこはね、あの、命がけだったりしてるところもあるみたいだけど、やっぱそういう普通のあれがあるわけ。で、もしくは、あるいは、例えばその、この主人公のマルジは、あの、まあ、僕と完全に同年代。多分同じ年に生まれてるんですよ、これね。監督は。69年生まれで。そうすると、やっぱり同じようなものが、 好きで育ってるわけですよ。世界的に。ブルース・リーが好きでしたとか、はい、えー、音楽ね。えー、まあビージーズが好きになって、その後、まあ僕はアイアンメイデンには行ってないけど、まあアイアンメイデンとか聞いて、うん、で、<laughs> うん、あの、そこそこパンクスイズ・ノット・デッドって書いた T シャツを着て歩ったりしてるわけ。いらんですよ。うん、うん、歩いてん怒ら、うん、れたりはするけど、うん、でもそれもしてるわけですよ。マイケル・ジャクソンのワッペン貼ったりしてるわけよ。うん、ごく普通の子供であり、青春であり、大人があるっていうね。あの、まずそこだけのすごい新鮮だったし、はい で、その主人公の、まあ、さっきちびまる子ちゃん風なんていうのも出てたけど、ええ、あのー、確かにね、そのね、すごいね、主人公のこの女の子がね、さっきブルースリー好きとかアイアンメディとか、要するにね、ボンクラなんですよ。結構日本で言えばボンクラサブカルチャー少女みたいな感じなのよ。<laughs> で、物の見方がすごい、ユーモアもあるし、ちょ,うん、ちょっと意地悪だったり、あるいは反骨精神があったりして、あのー、そういう意味でもすごくね、こう、なんていうの、この子のまず魅力がすごいあるわけ。だから、あのー、これたまたまね、言ってみればですよ、 イランが舞台で、で、しかも激動の時代のイランが舞台でこの少女だから、この話だけど、これも、もし、その、現代日本に置き換えたって、このマルジは。はい、マルジは日本にもいると。って考えるとね、日本のマルジは誰だって考えると、シマオマホだ <laughs> あの、シマオマホさんっていう私がライムスター歌うのウィーケンドシャッフル、毎週土曜夜9時半から放送の番組のだからいつも一緒にやってる、シマオマホさんっていうね、エッセイストで漫画家の。シマオマホさんの作品とか、とすごく実は通じるテイストがあって。ね、あのね、 ええと、まずそのボンクラ感覚ね。<laughs> 非常にボンクラ感覚。<laughs> あの、日常のいろんな細かいとことかを目に向けて、うん、あのー、すごいふざけたこと言ったりとかする、そのボンクラ感覚と、あと家族に向けるね、愛ある視線とかもすごい島尾さんのね、あのー、島尾、真帆ちゃんの家なんていう名著がありますけどね、それの本とかにも通じる視線があって、だからね、ある意味イランの少女だけど、 この少女は世界中にいて、て世界中でいろんな国のそれぞれの物語をずっと紡いでいるんだろうなと。で、うん、あのー、 感情移入できないとか、確かに盛り上がりにかけるっていう側面は言われても確かにそれはそうなのかもしれないけど、なんで盛り上がりにかけるって言ったら、それはあの普通の人生だからなんですよね。うん、背景でいくら戦争があったり革命があったりしても、うん、やっぱり人々はその中で普通に生きてるし、そしてこの物語は、そのマルジの物語は終わってないんですよ。途中で終わってるんです。つまり、マルジが一旦イランから出てパリに、また行くというね。そこで終わってて、はいはい、あの、そこは別にあの物語的な起承転結の決でもなんでもない て人生というなねあののストーリーリ途中だからっていうね、だからそのね見終わったとの感じが、いわゆる気象転結なるこう面白いお話を見たっていうよりは、なんかものすごい良質な小説を読んだ後のようなね、読後感を、えー、持ってね、あの、あのなんだろう、シマオマオさんっていうね、例を出したりしたけど、例えばそれが中国とか行くとね、はい、僕ね、今読んでる小説で、<あ>イ・ユン・リーさんっていう、う言い宣伝の祈りっていう小説。 これなんかもそうだよ。これはさ、はい、だから要するに、あの、ちょっと前までに大きな国の、なんか激変期を迎えた、えー、人が、さらにそれが一旦外国に出て、<ー>それをこう、<て>故郷をね、はい、あの、対象化できているというかですね。あの、という意味でもね、あの、この e u ー i s a の千年の祈りとか、ペルセポリスとかそういうね、優れた、あの、作、作品が出やすい。 あの、環境でもあるのかな。で、そうじゃなかったらマオマホみたいなね。日本ではマオマホだから言ってみれば、これはあの、イラン版映画真帆ちゃんだっていうふうに僕は思ったわけですね。では、宇だ丸さん。<ー>映画の満足度、ゴブラボ満点でお願いします。えい持ってけゴブラボーということで、満点,満点もう満点つけちゃいます。あの、はい、ぜひ皆さんに見に行っていただきたいので、これは。うん、いいはい。あの、見、 見ると見ないとで言えば絶対に見た方がいい映画だと思いますので、あの本当にお勧すすめいたします。えということでじゃあクイズですね。すはい。えー、少女マルジが見に行き、おばあちゃんが奇妙な映画と言った日本の映画たは次のうちどれでしょう ?1、ゴジラ。2、クレヨンしんちゃん。3、つばき三十郎。えー、正解は1番の ゴジラでしたということでね。あの、ゴジラのね、あれを見てる場面が出てきてですね。あの、変な映画だったねっておばあちゃんと一緒に帰ってくる。<laughs> おばあちゃんの味があるっていうご感想を全部いただいてま、ねはい。おばあちゃんが本当にね、<laughs> いいキャラしてるんですよ。あのね、絶対あのおばあちゃんのことは好きになりますよ。で、あのおばあちゃんの言ういろんな、あの、格言的なすごくいいことを言うんですね。それが少女の心の中の、まあ、反骨精神であったりとか、あとは、そういう揺れる時代の中でも、 自分を、こう、なんていうかな、はい、曲げずに生きていく、何かこう、人生の知恵みたいなおばあちゃんが与えてくれたりして、はい。という感じですね。はい。映画、えー、第5000円、2名プレゼントはエンディングで発表です。では、来週も田村さんのブラボーシネマになりますので、宿題映画を発表してください。はい、グミチョコレートパインあ、こっちでこれですかはい。いきますか 行ってしまいます。えー、ストリームでも馴染みの深い大月健二さん原作の青春小説をケラリーのサンドロビッツさんが監督脚本で料理ということですね。はい、すごい急いでます。クイズです。<laughs> はい、えー、クイズです。えー、主人公の男子高生健三は何をお昼ご飯の代わりにしていたでしょう ?1、水。2、雑草。3、消しゴム。ということで。はい、宿題側グミ、チョコレートパインです。ぜひメッセージお寄せください。はい、えー、ということで歌丸のブラボーシネバでした。